こんにちは、みなさん一周です。このチャンネルでは火山癖が地球の最新情報と元気をお届けしております。10月21日のメンバー限定講義は、北海道石と石油生成の夏ということでお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日のテーマ行きましょう。こちらは地震情報ですね。ナットしてみるさん。今、太平洋沖で異常な地震が発生しているということが新たに判明いたしました。今日の動画では地震の最新情報をお届けすると,とともに、 今後大丈夫かどうかということで詳しくお話しさせていただきます。はい。というわけで今日もよろしくお願いいたします。太平洋沖、震度7の前兆です。ということでね、3つのテーマをおいたしました。まず1つ目、地震の最新情報をお届けいたします。今回の地震は巨大地震の前兆なんでしょうか今後大丈夫かどうかということでお話しさせていただきます。 まずはじめにこの動画の結論から申し上げておきますと、今後太平洋沖地震に要注意ということなんですね。一体どういうことなんでしょうかそれはこの動画を最後まで見ていきますと、 とってもよくわかりにないので、絶対最高でご覧ください。それでは今日も元気にやっていきましょう。まずはですね、地震の最新情報をお届けいたします。今、太平洋沖で活発な地震が発生しているということなんですね。活発な地震が発生しておりますのは、西之島から東に約1562キロ行ったところにあります。宮古島ですね。 宮古島といえば人口約5.5万人、面積158平方キロメートル、西の島36個分の大きな島でございますね。 この宮古島といえば10月16日おとといにマグニチュード6.0の大地震が起こった場所でございます。その地震がこちらですね。16日の19時42分頃に宮古島近海で地下深さ 40km マグニチュード6.0最大震度4の地震が発生したということであります。最大震度4ってどれぐらいに揺れなのかといいますと ほとんどの人が驚きます。電灯などが大きく揺れます。またはポンズが倒れることになる。非常に恐ろしい地震がこの最大震度4ですね。で、今回の宮古島近海の地震の後に、えー、今ですね、地震が活発化しているということなんですね。こちらが16日から18日にかけて発生いたしました。宮古島近海の地震ですね。見ていただきますと、地震が起こった場所でブワーっとしてたくさんの活発な地震が発生しているというのがわかりますね。 はい。では、ここまでの地震活動の変化を見ていただきましょう。まずは地震前はこのような状況でございました。何もない平和な状況でございましたけども、そんな中、19時42分頃にマグニチュード6.0、最大震度4の地震が発生してしまいます。これがですね、すべての始まりだったということなんですね。この地震の後、16日から18日にかけて、ブワーっとですね、地震が、余震が発生したということで、え活発な状態になっているという とことでありまして皆さん今後もねこのあたり要注意ということになってきますねはいでこの地震について視聴者さんからもご質問いただいておりますありがとうございますどのようなご質問かと言いますと今回の宮古島地震は巨大地震の前兆ですかということでねございましてこの今回の地震巨大地震の前兆かということで議論していきたいと思いますけども まずですね、この巨大地震の前兆として考えられるのが、巨大地震前に地震が発生してしまうという事例ですね。 例えば、1995年の阪神淡路大震災、マグニチュード7.3、地下深さ 16km で、ポンズが蒸発する最大震度7の地震が起こりましたが、この地震が起こる前日に、地下深さ 18km、マグニチュード3.7、最大震度3の小さな地震が発生したんですね。で、この小さな地震の翌日に起きたのが、1995年の阪神淡路大震災だったということであります。 最近の事例を見ていただきますと福島県沖地震ですね2022年に起こりましたマグニチュードが7.4地下深さ 57km 最大震度6強の地震が起こりましたけどもこの地震が起こる2分前にマグニチュード6.1の地震が起こったという事例もありますねというわけでここまで見ていただいた事例はどのような事例かというと地震が起こってからその後に大地震が起こってしまうんだというケースですねで この大地震が起こる前に発生する地震のことを前震というふうに呼びます、はい。そしてですね、皆さん、今回、この宮古島でマグニチュード6.0の大きめの地震が起こってしまったということですね。これはですね、巨大地震の前震なのかということで気になってまいります。今後ね大丈夫かかどううとといいことでございますが ここで皆様に今日の問題でございます。今回、マグニチュード6.0の地震が起こりました。宮古島の意外な名物だ。次の日と一緒かというというをごください。蕎麦、おでん、焼き豚、謎組織の長万部、ご飯は一皿、し謎組織のご、 謎の組織の長万部ご飯は一粒残さず食べる協会が開発した幻の一品バナナの唐揚げ宇宙のパワーちょっと噛んで申し訳ありませんさあどうでしょうかということでお考えください321はい終了です正解はですねなんとくりは 一番の蕎麦ということでありましてですね、皆さん。この、えー、宮古島ですね、蕎麦が有名ということで、皆さん蕎麦好きですか美味しそうですね。はい。まあ、余談はですね、これぐらいにしておきまして、今日の本題と参りましょう。今後、えー、大丈夫かどうかということでね、ございますけども、今回の宮古島の近海の地震ですね、巨大地震の前兆なのかということでありますけども、これですね、あの結論から言うと、正直わかりません。<laughs> はい、ということで、え、 なんだこれ巨大地震の前兆かどうかわからないのかということでね、えー、お解読動画でも見るかって思われた奥さんもいらっしゃると思うんですけども、ちょっと待ってくださいよ。はい。よろしくお願いいたしますちゃんとね、説明いたしますんで、よろしくお願いいたします。はい。えー、今回のですね、宮古島近海マグニチュード6.0の地震が発生したということなんですが、まあ、ズバリですね、先ほども申し上げた通り、えー、巨大地震の前兆かどうかは、前進かどうかというのはわかりません、えー。どうしてかということなんですね。なぜ なぜこの地震が巨大地震の前進かどうかを見分けることができないのかというのが今日の本題なんですけどもこれはどうしてかというと前進は普通の地震と同じだからなんですねはい詳しく見ていきたいと思いますまずですね例えば阪神・淡路大震災の前日に起きたこの前進ですねマグニチュード3.7最大震度3の地震だったんですけどこの地震はですね普通の地震だったんですよ はい。一見変わらない普通の地震でありました。またはですね、東日本大震災の2日前に起きました、マグニチュード7.3の前震でございますね。で、このマグニチュード7.3の前震ですらですね、これ普通の地震だったということでございまして、まあ、このようにですね、あの、前震か、普通のこのですね、前兆かどうかをですね、見分けることというのは普通はできないということなんですね。で、今回ですね、この宮古島近海で、この地震がですね、起こりましたけど、 これもですねやはり普通の地震だったということでこの普通の地震を巨大地震の前進かどうかを見分けることはできないということでありましてですねそのために前兆かどうかは分かりませんよということですね。はいということでね、まあ、このようにですね巨大地震まあ、とはいってもですねこの東日本大震災の事例のように巨大地震の前に地震が発生することもあると。 ということでですね、まあ、頭の片隅に入れておいていただけたらなというふうに思います。はい、ちなみにですね、この、今回大きめの地震が起こりました、宮古島近海のあたりですけども、 将来、この琉球海溝ですね、マグニチュード8クラス地震が予想されている場所であるということでございます。まあ、残念ながらこれ確率はですね、よくわかりませんけども、琉球海溝もですね、同じぐらい地震が危ない場所であるということはですね、間違いありませんから、今後もですね、気をつけて参りましょうということでありました。また新しい情報が入りましたらすぐにお届けい,いたしますので、情報を見逃さないためにも、 ぜひともチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。TwitterX もやっております。では今日の問題でございますえ。今日は皆さんが昨日食べたご飯を答えなさいということでありましてですね、コメント欄に書いて挑戦してみてください。え正解した方にはハードマークをつけたいと思います。 では、ここまでの簡単なまとめを振り返りたいと思います。まずですね、宮古島近海で、えー、地震が起こりました。マグニチュード6.0の地震が起こったということなんですが、残念ながらこの地震は巨大地震の前兆かどうか、前震かどうかはわからないということです。どうして巨大地震の前震かどうかを見分けることができないのか。それは、前震というのは普通の地震と同じだからですね。東日本大震災の前に起こったマグニチュード7.3の地震も普通の地震でした。 で、このマグニチュード7.3の後にですね、巨大地震が起こるとは誰も予想できなかったということですね。まあ、とはいっても過去の事例があるようにですね、巨大地震の前に地震が発生することもあるんですよということでございます。で、今回、宮古島近海、地震が活発ですから、要注意であります。で、このあたりですけども、琉球海溝は大きい地震が予想されている地域ですから、地震に備えて参りましょうと、要注意ですよということでお話しさせていただきました。 また新しい情報が入りましたら、すぐにお届けいたしますということでございました。い。以上が今日の放送内になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも地震や火山の最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ツイーもチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。ツイッター、エクスもやっております。10月21日のメンバー限定講義は、北海道石と石油生成の夏ということで、こちらもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた皆さん、次回にドゥギディウィッチビシュ、グッチュ、イリギッドゥギチ、